日本卓球協会は9日、12月の混合団体 W 杯、中国への日本参加などに関するいきさつについて公表した。この報告によると、同大会への申し込みは当初、10月25日に締め切られた。だが、その後、国際卓球連盟、ITTF は世界ランキングへのポイント付与を決定。これを受けて、日本協会は ITTF に対し、 手続き上の不備を主張した結果、大会参加の前提条件が変更されたことによる大会参加の意思確認が改めて日本協会に通知された。日本協会は協議の末に、11月3日に ITTF へ日本参加の意思表示を行った。しかしその後、同6日に ITTF から日本の参加加費の通知を受ける予定だったが、同9日午前9時現在、 回答を受けていないといなとう日本協会は参加許可、を待っている状態であることをお知らせいたしますとした。同大会をめぐっては、開催が急遽決まり、10月9日に詳細が発表。日本としては、当初は世界ランキングのポイント付与もなく、日程的にもタイトで派遣は困難との判断をしていた。だが、その後、開催地の中国が対抗措置として、 T リーグに参加する中国選手の一斉引き上げを行った。現在はすでに解除されている。